三方に乗せられた新鮮正月用に松飾りと伊勢海老を乗せた美穂勝川春亭が、1815年頃三宝とは、神道の神事において使われる新鮮を乗せるための台である。古代には高貴な人物に物を献上する際にも使用された。寺院でも同様のものが使われるが、この場合は美穂にかけて美穂と書かれることもある。通常は、 ヒノキなどの白木による木製で、お敷と呼ばれる盆の下に、脳型体状の台がついた形をしている。台の三方向に、メゾと呼ばれる穴が開いていることから、味方と呼ばれる。もともとは、お敷と台は分離していて使用するときに、台の上にお敷を乗せており、台に乗せずに、お敷だけで使用することもあった。今日では、お敷と台が完全に結合したものが使用されており、 お式だけで使用するものは3方とは別に用意するようになっている。台の穴の衣装に決まりはないが、宝手の形がよく用いられる。お式には円の板を止めるための綴り目があるが、これは穴のない側の反対側になるように作られている。神前に備える際は穴のない側が神前に向くようにする。新膳が乗った3方を持つときは親指を左右の円に、 その他の指をお式と台に当て、目の高さに持つ。しかし、宮中作法では、指を、お式の中に指をかける伝統がある。なお、特殊な形状の三方として、板足三方や丸三方などがある。また、四方に穴のあるタイプもあり、それを四方と呼ぶ。なお、神社で用いる三方には、円山見方、塗り見方、白木見方、 四角三方、丸見方、陶器見方、足打ち見方、長三方などがある。ありがとうございます。